しまで持っていけるかマリーンズです。ショート鬼崎素晴らしい、見事これは救いました。前進守備は中間守備からの今の打球の反応です。そうですね、素晴らしいですね、のタイミングでした。そうですね、少し詰まってた分沈んでいくようなボールだったんですけどね、よく反応できましたね。さすが押し見には定評があります。これで2アウト、加藤翔平はショートライナーです。しかし今井が控えています。右方向ライトの森友哉は前に出てきました。3番でスリーアウトになりました。菊口田村にはタイムリー打たれましたが、その後のピンチはしのいでいます。1対1同点に追いついたマリンズです。